今日は鹿児島大学教育学部生の一日をご紹介します。それでは高校生の質問に答えていきます。先生方がすごい学生に対する教育に熱心なところです。実際に教員だった経験を生かして大学の先生になられた方も多くいらっしゃいます。そのため現場での知識であったり実践で使える知識を理論と交えながら丁寧に教えてくださる先生が多いです。大学2年生の時には離島に行って実習を行ったり複式学級の授業方法について勉強できる授業もあります。鹿児島県の必要に合わせた学校の学びが得られるのが鹿児島大学の特徴です。普段は社会科のお友達と一緒に歴史スポットにお出かけに行ったり桜島に行って琵琶の収穫のお手伝いをしたりとかしています。鹿児島は自然が豊かで周りが自然で囲まれていろんな活動ができます。地歴公民科の研究者教員です。地歴公民科というと暗記をするイメージが強いと思うんですけれども生徒たちがこれからどう生きるべきかっていうのを考えさせられるような授業を作っていきたいなというふうに思っています。学校の先生になってからも研究をしたり論文書いたりしながら学校の先生を続けていけるようになりたいなというふうに思っています。それでは2限の授業に行ってきます。2限の授業は日本史特攻1です。授業をされる先生が研究されている鹿児島県の神社であったり古代中世に関する国府の役割について学ぶことができます。授業が終わったのでこれからお昼ご飯を食べてきます。教育学部食堂には教育学部生が多く集まるところになりますのでみんなで楽しくご飯を一緒に食べることができます。3限の授業は教育学部ではなく法文学部で行われている社会学概論を受けています。教育学部と法文学部で授業を連結しており法文学部の授業も受けることができます。4限の授業は私が所属している初等教育コースの小学校英語指導法です。具体的にどのように指導していくかっていうのを実際の模擬授業を通しながら学ぶことができます。今から私が所属している日本史ゼミに参加してきます。私は日本史ゼミで歴史資料を読むために実際の古文書を読んで崩し字を勉強しています。崩し字は今の字にルーツとなっているものが多いので最初は見た目では全くわからないものが多いんですけど前後の文脈とかを読んだり実際にその文字を書いてみたりとかして解読していく過程っていうのがとても面白いです。放課後は東進でバイトをしています。鹿児島中央駅西口校の担任女子として働いています。以上、鹿児島大学教育学部生の一日をご紹介しました。次回の東進 TV もお楽しみに。